昭和41年創業ということで、この辺りで最も古くから営業しているお店。このクッパというのはクッカスープでパッカご飯ということですよね。スープのご飯クッパ。寒い。そしてクリームニンニクを投入します。じゃんじゃんじゃん。こんにちは。いらっしゃいませ。ちょっと熱いので離れてください、はい、失礼します。あ、なるほど、炭火焼きですもんね。この熱々の、おお、ここでもう熱が伝わってきますね。クッパが名物ということで来たんですけれども、はい、皆さん食べるときってクッパは焼肉の締めということで食べる方が、はい、ってなりますと、ってなりますと先にお肉もいただいてもいいですか。はい、うちのじゃ名物の塩タン、はいはい、こちらが名物の塩タンです。美味しそう。まず先にレモンを直接お肉にたっぷり絞ってください。なるほど。はい、でここからがちょっと特徴的なんですけど、はい、1回だけ僕がやってもいいですか。お願いします。1枚乗せます。はい、乗せたらすぐにこれがクリームニンニク、特製のクリームニンニク、はい、そうそう、国産の青森のニンニクだけでおろしてるんですけど、はい、これをちょっとだけ乗せます。あ、焼いてる時に乗せるんですね。はい、もうこれ乗せます。はい、するともうこの後はひっくり返さないで、そうするとレモン汁と肉汁とニンニクがこう上でマッチしてきて、それをこぼさないようにもうそのままね、ちょっと巻くような感じで、はい、そうです、2つ折りぐらいにします。へえ、もっこり膨らんできたらチャルモケスミだ。落ちないようにトコッと取って、あ、すごい、あ、油がいい感じで、すごい。ありがとうございます。すごいです。わー。コンベイ。ニンニクを加えるって面白いですね。いいのかな？いいですかね？滑らかです。つるんって滑るように、うーん、この食感病みつきになりますね。いつもタンを食べるときはレモンで、レモンを絞って食べることが多くて、それも爽やかで美味しかったんですが、このニンニクの食べ方を知ってしまった今どうしましょう。じゃん、クリームニンニクを入れます。じゃん、ね、このお店は創業が昭和41年ということで、伝わりますか、この世界観、このいい雰囲気が伝わりますかね。本当になんか味わいがあって、ここがほっとする雰囲気です。煙ももく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 と上がっていて、炭火焼きっていうのもまたいいですよね。できました。ちょっとここがですね、こう裏返してみると、おお、こんな感じ。あ、ちょっとですね、こんな感じで巻いて食べてみます。あ、すごい脂がきます。
はい、ありがとうございます。そうです、これを食べて最後はね、締めはね、やっぱりクッパとか冷麺とか皆さん食べたら、うちのね、あの骨とあの和牛の筋で炊いて、この旨味を出してるんですね。幸せすぎて寝そうです。そう、もうなんかあったかいで、なんかわからないですが、心も温まりました。これは私の考えすぎですか。私たち家族ですの中で皆さんご覧になりましたかね。登場人物の2人がクッパでも食べに行くって言って、クッパを食べに行って仲直りをするというシーンがあるんですよ。これは仲直りしちゃいますね、いくら疎遠になっていても。こんなあったかくて美味しかったら、もうなんかもう全部が幸せになっちゃうので、うん、いいよいいよ、まあ、何でもいいよって言っちゃいそうですね、うん、おいしい。お肉の出汁にさらにこのお肉のコロッとしたのが入っているので、ダブルで味わいが深く、そしてファーッと広がります。今あの卵を割ったんですね。卵を割るとクリーミーで濃厚で甘い感じになりました。味がガラッと変わりました。本当に違うクッパくらい変わりました。びっくり、私2度楽しめますよ。すごいすごいすごい、うん、スープの味わいも変わりました。甘さが強くなって、その裏で牛の出汁がふわっと広がる感じで、こっちもいいですね。卵はいつ割るかっていう、いつ割るかってタイミング重要になってきますね。すごい美味しい。今日はクリームニンニクを上に乗せた塩タン、上塩タン、そして締めにクッパをいただきました。天国すぎだ、美味しかったです。3代続いた味をたっぷり堪能いたしました。最後までご覧いただきありがとうございました。ここで皆さんにお知らせです。テレビ大阪では1部、2部、3部とアジアドラマを放送していましたが、この4月4日から4部も放送しています。皆さんにさらにアジアドラマを楽しんでいただけると嬉しいです。テレビ大阪のアジアドラマタイム、そしてその辺のアジアも引き続きよろしくお願いします。いいねボタンとこれチャンネル登録もいただけたら嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。